안녕하세요트위티트문입니다보내です。ということで、ちょっと待って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 って感じなんですけど、って感じなんですけど、ちょっと今ね、急にね、ちょっと LINE が来たわけですよ。で、ちょっと読むわ、もういきなり読むわ。11月6日土曜日、NiziUが出演させていただくバズリズムライブ2021。これね、ありましたよね、これ。僕は全然全部外れたんですけども、これね、まあ、いけないか、まあ、でも、単独ライブ、初の単独ライブに行ければいいかな、みたいなね。初めてのライブ自体はもうね、スーパーソニックでもう行けなかったし、今回行けなくてもね、単独ライブで行ければいいか、みたいな感じで心をね、落ち着かせていたところに、会場での NiziUオフィシャルグッズの販売が決定ということで、この画像ですよ。これですよ。これね、なんかタオル？マフラータオルってやつがね、2000円で売ってるわけですよ。で、しかもこれデザインドバイ NiziUってことで、NiziUがデザインしてるんですよね、これ。ちょっとって。もう一個は NiziUオフィシャルライトスティックで、まあ、これはね、もう持ってるんでいいんですけど、これさちょっていう。はい、こちらがまあそのニュースということで、詳細なんですけども、11月6日土曜日、バズリズムライブ2021、NiziUオフィシャルグッズ販売決定と。ちょっと、11月6日土曜日、バズリズムライブ2021で発売される NiziUオフィシャルグッズが決定しました。バズリズムライブ2021を盛り上げるNiziUオフィシャルライトスティックとNiziUのデザインしたマフラータオルが新登場。会場へお越しの際は、NiziUオフィシャル、ぜひNiziUオフィシャルグッズを、売り場へお立ち寄りください。こちらね、販売開始時間が11月6日土曜日の横浜アリーナで12時からと。これオンラインショッピングとかないの？これ。ちょっと待って、読んでいくか。バズリズムライブ2021は音楽コンサートにおける、まあ、こういう色々あると。販売開始時間は予定予告なく変更になる可能性があります。数に限りがあります。オフィシャルグッズ販売のご利用は、公演チケットをお持ちのお客様に限らせていただきますと。だからその、ふらーっとね、チケット当たんなかったけど、ふらーっと横割り行って買うっていうのは無理ってことだね。で、必ずマスク着用。係員の誘導に従ってくださいと。キャッシュレス決済をご用意しておりますと。当日の電波状況によっては、決済にお時間をいただく、またはご利用を中止いただくこともあると。マフラートールは後日、よかった。読んでよかった。マフラータオルは後日 JYP ジャパンオンラインストア、ソニーミュージックショップにて通信販売を予定しておりますということで、危ねえ、ふうだね、これは。これ完全にふうだね。開演まではグッズ売り場への直接ご入場いただけます。まあ、開演後は会場内からと、まあ、いろいろ書いてありますね。これまあ、ぜひじっくり読んでくださいということで、よかった。これね、もう一回言うんですけど、マフラータオルは、後日、JYP ジャパンオンラインストア、ソニーミュージックショップ、まあ、どっちもで、通信販売を予定しておりますと。要はこれ、バズリズムね、行けない人もね、買えるよってことだね。よかった。はい、これちょっとアップで見ていくんですけど、まずこの端っこにね、NiziUってあって、これね、みんなのメンバーカラーだね。あ、マコ、リオ、マヤ、リク、アヤカ、マユカ、リマ、ミヒ、ニーナって書いてあるわ。なるほどね。いいね、これ。なんかいいね。シンプルで。最後が、これマヤちゃんカラーやん。これマヤちゃんカラーやん。いいわ。はい、ということで、ちょっとね、バズリズムライブ、これ結構今、ちゃんと読んでない人多いんじゃない？バズリズムライブ、行けない人買えないのかって思った方多分いっぱいいると思う。さらっと見たらね、横浜アリーナしか書いてないので、これちゃんと下の方まで読むとね、オンライン販売あるということで、これ皆さん安心してね、結構可愛いと思うので、買いましょう。買いましょう。はい。こういうのね、こういうのはあるんやね。ちょっとこういうパターン、びっくりしました。このなんか、バズリズムライブって、なんていうの？バズリズムの出演者のみんなのロゴが入った T シャツとかはね、結構なんかそういうのはあるのかなと思ったんですけど、この NiziU、バズリズム ×20 のこの専用のアイテムがあるとは思わなかったので、これちょっと焦ったんですけど、まぁ、あ、ちょっと、ふーと、
プーということで、まあこれもね、早く皆様にお届けしたいので、ちょっとこの短い時間ですけども、今回にしておきますということで、まあこういう感じでね、NiziU専門チャンネルとしてね、NiziU の速報だったり、NiziU に関する企画だったりね、NiziU のグッズ開封とかね、いろいろやってるので、ぜひね、チャンネル登録してもらえると嬉しいなと思います。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。